な何と言ったって日本が一等強いんですよ。これでいざとなったら日本は世界を相手にして戦うでしょうが。 ヨーロッパの諸国はもちろんのことアメリカにしたって日本を相手に今戦争しようなどという気は絶対にありませんからね。そうでしょうともアメリカが大西洋艦隊を太平洋に回した何度も実際は戦争をしたくないのでちょっと辛いばりをしてみせたんでしょうね。 おつのとおりあれで腹の中では日本がこわいんですよ。ほんとうに戦争をしたら日本に勝てないことはちゃんと承知していますからね。そうそう大西洋艦隊といえば帰りの船の中で聞いたんだが。 おいながありますよ。おおどんな話です何でも彼らが太平洋で我が物顔に演習をやっている最中日本の潜水艦がアメリカの大艦隊の真ん中へぽっかりと顔を出して大演習を祝す。 とかなんとかいう信号を出してそのまんまふいと消えたというのです嘘か本当か船の中でもっぱら評判でしたよはははッそいつは面白い嘘にしても近頃愉快な話ですねストーブの火が赤々と燃えている客間のひじかけ椅子に 深々と体を埋めて食後のタバコをふかしながら雑談にふける主人と客でっぷり太った見るからに温厚な顔をした和服姿の主人は最近欧米視察の旅から帰ったばかりの実業家山本氏。客は引き締まった浅黒い顔に短いひげを蓄えた警視庁の玉村特攻外事課長であるところで。 私に見せたいとおっしゃった珍品をそろそろ拝見できましょうか玉村課長は思い出したように言ったあああれはもう食堂でお目にかけたはずですが食堂ご一緒に食事をしたあの少年ですよええ あの、語学の達者な私はまた何かいや珍品なんて申しましたから品物とお考えになったのも無理はないがしかしあの少年は全く近頃めずらしい掘り出し物ですよ振動と言いますかな ご覧のとおり「ええ」「ふつ」「どく」のことばが自由自在でそれに「かいかつ」で「豪うたんで大人もおよばぬくらい聡明ですよ。しかに珍しい少年ですも、ね、くたちのほうにああいう語学の天才がひとりでもいいからいてくれたらと思いましたよ。 それそれ実はそのお話をしようと思ってのことです。それもこの間お目にかかった時近頃外国のスパイがたくさん入り込んで取り扱いに困るというお話があったものでもしあの少年がお役に立てばと思って それとなくお招きしてテストをしていただいたわけですそうでしたかそれはどうもありがたいお話で玉村課長はいつから体を乗り出すようにしてあんなに語学の達者な少年がそばにいてくれたらどんなに助かるかしれませんしかしいったいどうした経歴の少年ですか そうだそのお話をしておく必要があるあれは東郷賢治という私の古い友人の子供です東郷という男は一風変わった面白い男で三十年ばかり前、日本を出て 外国をブラブラしていたのですがそのうちニューヨークへ落ち着いてそこで日本の夫人と結婚してあの富士をもうけたのです。富士というのは藤を略した名前です。ところが あの子のお母さんは四五年前に亡くなり父親も昨年病気で死んだという通知があったものですから残った藤井がどうなっているかと思って今度あちらに行ったついでに訪ねてみたのです。すると、 在留日本人の世話で無事に暮らしていましたが会ってみるとあの通りの少年でそれに日本へ帰りたいというものですから喜んで連れてきたわけですすると全然身内のない子供なのですかそうですだから かわいそうな身の上ですが快活なところも語学の達者なところも父親そっくりで少しもいじけたところはありませんいやよくわかりました大いに結構ですわたしのほうからお願いしたいくらいであすからでも来てもらいましょう。 ところで明日は土曜日だからいいが月水金と入学試験の準備に学校へ行っていますからそのほかの日でないとこまりますがまあ何かにお手伝いできればというくらいのところで結構です週にいっぺんでよろしいです それでは今一度会わししていただきましょうか。どうぞ主人の山本氏が呼びリングをして呼ぶと年の割には体の大きいいかにも利発そうなまん丸い目をした血色のいい少年が元気よくつかつかと入ってきた「富士、お前明日から学校のない日には」。 この玉村さんのところへおてつだいにいくんだよはい玉村さんはけいしちょうのとっこうがいじかちょうをしていらっしゃるんだがいじかだからがいこくじんがたくさんでいりするだろうそれをおまえそばにいて お手伝いするのだ。外国人というと対外スパイでしょう。いや、みなスパイとは限らないが、中には怪しいやつもいるのだ。藤井君、君助手として働いてくれるかね。働きますとも。僕探偵は大好きです。ピストルや手錠も持てるんですか？ もつような場合があがるかふだんが、ね、普段は僕の祖母にいて怪しいやつを見破ってくれればいいのだうれしいなあ僕外国人の言葉なら大抵わかりますよでは明日から行くんですねああ来てくれたまえ明日の朝は早速仕事があるのだ退去命令を出すことになっているスペイン人を呼んであるからが たった一つ注意しておくことがあるがねはいそれはねぼくのところに来るようになったら警視庁の特務機関の一員だからね仕事の上のことはいっさい秘密を守ってもらわなければならないよはいいいかね山本のおじさんにもおばさんにもだよ でもおじさんのほうで聞きたがると困るなあ大丈夫おじさんは何にも知らないことにしておくからじゃあ僕だって大丈夫です藤尾はきっぱりと答えた第1の巧妙 その翌朝午前9時きっかりに藤井東郷は警視庁の外事課のドアをたたいた「いやあ藤井君君を待っていたよ昨日話したヒルというスペイン人がもうやってきたんだ今ここへ通すところだがとても早口にドイツ語をベラベラ喋る先生だから気をつけてくれたまえ」「スペイン人」というが僕はドイツ人じゃないかと睨んでいるんだ 承知しました。で、僕どこにいたらいいんですか？そうだね。そこの窓際の机で本でも読んでいた。まえ、僕の甥ということにしておこう。この本はどうだね？玉村課長が後ろの棚から1冊の要所を取り出した。バンダインの探偵小説ですね。僕これはあちらにいるうちに読みましたよ。 ええ、もうこれを読んでるかねじゃあ何かほかのと取っかえようかいいですよ小説を読むんじゃなくて実際は探偵をするんですものそうだそうだじゃあボタンを押すからね1分とたたないうちにドアがあいて青白い顔色をした髪の毛の若い外国人がカバンを小脇に抱えながら欧平な足取りで入ってきた いやあ、ひるくんどうぞ。こちらへ。玉村課長はくだけた調子で迎えながら。藤尾君君は本を持って窓のところへ行っておいで。ひる君、これは僕のおいですからご心配なく。言われるままに窓際へ行った藤は。藤尾は机の上に肘をつき、両手の手のひらを額に当てて夢中で本に読みふけっているように見えた。 が、なんん。ぞ知らん彼はその全神経を耳と目に集めて2人の会話とヒルの一挙一動をじっと見守っているのだったそれと気づかぬヒルは藤二の方は見向きもせず約10分間もほとんど一人でしゃべり散らすとテーブルのカバンを取り上げながらのっそり立ち上がったその瞬間 と窓わをはなれたふじおがつかつかとちゅうごうのテーブルへちかづいたかと思うとたまむらかちょうとむかいあうようにひるのそばにつったちながらおじさんもうごよはすんだのぼくなんじのきしゃでたとうかしらおひるにしましょうかそれともいちじにしましょうかそうねいちじがいいだろう。おじさんといっしょにごはんをたべていきたまえ。 いや君それじゃあいずれあとからご通知しますヒルを廊下に送り出した玉村課長はドアを後ろに閉めながら藤二君どうしたね突然あんなことを言い出してけげんそうな課長の顔を見ながら藤二は黙ってぎゅっと踏みしめた左の足を後ろへ引いたするとその足の下から 小さく折りたたんだ2枚の紙切れが手品のように現れたなんだね、それは。玉村課長が意外な顔をしながら近づいてきたさっきあの男がかばんから旅行免許を出した時これが一緒について出て落ちたのですそれに気が付かなかったようですから話が済みかけると飛んできて足で踏みつけていたのです でも黙ってそんなことをしたら怪しまれると思ったからあんなでたらめを言ってごまかしたんですなるほど貧瘍だね君はどれどれ何か秘密の文書じゃないかね課長は藤尾の手から2枚の紙切れを受け取ったが1つはタイプライターで打った英文の手紙で1つはこれもタイプライターでカタカナをめちゃくちゃにたたいた 一行に容量をえないものであった。これはバンさんの招待状らしいね。ご持参するから日本パイロットクラブへ来てくれと書いてある。課長はそう言って読み終えた手紙を藤雄に渡して次の紙切れを取り上げると。これはなんだろう。カタカナをめちゃくちゃに並べてあるじゃないか。 暗号ではありませんか藤尾少年がそばからのぞき込むようにしていった「暗号」そうかもしれんしかし彼らが日本語を暗号に使うはずがないがわかりませんよ日本語は字数が多くて暗号に使うにはもってこいですからそれにあの男は日本語が読めるでしょう 知らないふりをしているが話も立派にできるそうだからむろん読めると思うねそれではなおさら暗号かもしれませんよ第一あの男はスペイン人というが発音を聞いていると立派なドイツ人ですものスパイですよきっとじゃあこれを外務省の暗号係へ回して調べてもらおうかな何か確実な証拠がつかめるかもしれない 玉村課長がそう言って自分のテーブルへ行こうとすると待ってくださいちょっと藤二少年が呼び止めたなんだねおかしいんですよこの手紙は案内状らしいけど日も時間も書いていないではありませんかそれに第一東京に日本パイロットクラブというのがありますか なかまでそんなクラブをつくっているかもしれないねそうですかそれじゃあ藤井東郷は何か口のうちでつぶやくと丸い目玉をいっぱいに見開いて手紙の文句を見つめながらいっしょうけんめい考え出したとけたなぞが。 藤少年は日付のない手紙とカタカナを並べた紙切れを机の上に置いてもう2時間近くも考え込んでいるさっきからいろいろな人が出入りをしたが振り向くどころか顔を上げようともしない時々こっちを見るだけで格別声をかけようともしなかった玉村課長もその熱心な辛抱強さにとうとう兜を脱いでしまった藤代君 もうそろそろお昼だよ飯でも食いに行こうじゃないかはあ言われるままに立ち上がったが頭の中ではやはり紙切れの文句を考えているらしく食堂へ入っても一言も口はきかなかった食事を済まして帰ってくるとまた机の前に座ったきり両手をポケットに突っ込んで今度はじっと天井をにらんで動かない 藤代君あんまり考え込むと頭が痛くなるよこっちへ返してもう忘れたまえ明日にでも外務省へ回して研究してもらうからいや大方は分かったんですもうちょっとですっかり解けるんですじゃあやっぱり暗号かねそれは暗号ですよ日本語の立派な暗号です おうどれどれ君に解けるなら僕にだってわかりそうなものだのに玉村課長はいすを離れて藤条少年のそばへ寄るとカタカナの暗号をお手に取っていま一度その表に目を落とした縦に読んでも横に読んでも一向意味をなさんが。 課長は頭をかしげながら。キーはどこにあるね？キーはこの手紙にあるのです。手紙の中に。はて。日本パイロットクラブとあるでしょ。これがキーになっているのです。わからないね。1つ君説明してくれたまえ。な。 カカタカナの列が10あるでしょうそして日本パイロットクラブもつまる音「つ」をとればかなで10字でしょ ?10 と10だから何かそこに関係がないだろうかとふと考えたのです。それにこの十字の中には同じ文字は一つもないでしょうそこでこれをいろはじゅんに並べてみると「い・ろ・は・に・ほ」 とらくふん、となるのでその通りカタカナの上へ置いてみたのです。すると。となりますね。今度はそれを「日本パイロットクラブ」の順に行を置き換えてみるのです。 左から順に読んでいくと「目下横須賀にて建造中の快速駆逐艦のトン数・微法・速力と推進予定日を調査し支給報告せよ」となるんですが最後の L16 がわからないので一生懸命考えていたんですよこれは驚いた 玉村課長が思わず簡単の声を上げたなんというすばらしい頭だいや山本さんの言ったとおり全く大人も及ばないよありがとうおかげでスパイが23人逮捕できるだってまだこの L16 というのがわからないんですよそれは僕の方で分かっているんだ 外国人仲間で l 1 6で通っているアメリカ生まれの女がいる前から怪しい女と見られていたがいよいよ証拠が上がったわけだ待ってくれたまえ早速手配しなければ課長は卓上電話を手に取って町内の番号を呼んだ石井警部かね大変な発見だ例の l 1 6がスパイと決まったんだ で、明日と言わず今夜早速逮捕しようじゃないかそうだ麻布の香澄町だそれで憲兵隊の方へも一応打ち合わせをして夕方までにすっかり手配してくれたまえああ無論僕も行くんだが課長がガチャンと受話器をかけるとそれを待っていたようにそばの藤尾少年が言った僕も行っていいでしょ 僕まだ本当に犯人を捕らえるところを見たことがないんですからさあそいつは困ったね玉村課長が本当に困ったような顔をして君のことだから何でも聞いてあげたいがそれだけはいけないということにしよう第1危険だからねもし怪我でもされたら 僕が山本のおじさんに申し訳ないのだ、ね、ええそうだろうだから今日はこのままおじさんのところへ帰りたまえ第一日目から大変なお手柄だったね肩に手をかけてじじゅんじゅんとそう言われてはその上立って頼むわけにはいかなかった藤二はおとなしく帽子を取っておじぎをしながら外へ出た 密談をする男。警視庁の正面は司法省左は電車線路を踏み切ると桜田門だ。その電車停留所に立ってしばらくじっと思案をしていた藤夫はやがて何事か決心したふうで線路を向こうへ桜田門を中に球場前の広場へ向いてとぼりとぼりと歩き出した。 すっかり葉の落ちた柳の並木に沿ってお堀端を左へ二重橋の前まで来た藤代君はハンチングを取ってきちんと姿勢を垂らしながらうやうやしく救助を拝した外国で生まれても藤井東郷彼はやっぱり立派な日本の少年なのだそれから足を返すと今度はあの広い凱旋道路をまっすぐに馬場咲門から東京駅へ歩いて行った 折るような人の波、自動車の行列その中を縫うて乗車口の前まで来た藤代はふと足を止めて駅の大時計を振りあおいだ「5時半かまだゆっくりしていいなそうだその間におじさんに電話をかけておこう」独り言を言いながら藤代は校内の公衆電話へ飛び込んだ。 おじさんとの話は5分電話を出ると12棟待合室の前を通って西洋圏の食堂へつかつかと入っていったがちょうど時刻が時刻なので食堂はいっぱいのお客だったどこかに空いた席はないかと辺りを見回していると一番向こうの隅の方で3人連れの客が立ち上がった藤尾はこれ幸いとテーブルの間を縫って その後へ腰を下ろした。ライスカレーをください。ボーイに命じて大好物のライスカレーの来るのを待っていると、ふと耳に入った英語の会話。ダニグチ博士が旅行するって。英語。はっきりそれとわかるアメリカなまりだ。京都へ行くそうです。明後日。これは日本人のまずい英語だ。 それはいいチャンスだ10分間あればいいからね10分間ですってうん取るのにさあとは急に声が低くなって聞き取れなかったが何かひそひそと相談しているらしい様子その時藤尾くんの右手がつと伸びたと思うと目の前にある厚紙の献立表を取って所在なさそうにいじっていたがどうしたはずみか その献立表がひらひらと床の上へ落っこちた椅子を離れてそれを拾い上げる藤井の目が後ろのテーブルへ向いてきらりと光った果たして一人は血色のいい鋭い目つきのアメリカ紳士で一人は四重前後の細表の日本人だ何の相談をしているのだろう 藤尾はテーブルへ戻ってからもじっと耳を立てていたが辺りが騒々しいのでそれからあとは少しも話は聞き取れなかったそのうちに2人はテーブルを離れて入り口の方へ歩き出したなんだか気になる話だったそう思った藤尾くんはそのあとを見送りながらライスカレーをかき込むと大急ぎで食堂を飛び出したが2人の姿は もう広い構内のどこにも見当たらなかったスパイの家。それから約一時間の後藤尾少年は麻布香澄町の交番の前に立っていた伺いますがこの辺りにアメリカ人の女の方が住んでいるはずですがどの家かわかりませんか 番地はそれをつい聞き漏らしたのですじゃあ名前はそれもよくわからないのです L16 というだけで L16? いくら外国人だってそんな名前があるものか君バンチも名もわからんで人を探そうなんて無理だよ無理は承知の上なのだ よし、それなら今度は自動車屋だ藤尾は交番の前を去ると付近の自動車屋を一軒一軒聞いて回った5軒目か6軒目に朝日タクシーと大きな看板を出した自動車屋の前へ来た時もう8時に近かったそうですねアメリカ人でご婦人の方というとウェルズさんじゃないかな 人の良さそうな若い運転手がわざわざ表まで出てきて向こうの十字路を指しながら、あそこを左へ行くと寂しい坂道になりますがね、それを上り詰めると右側に二階建ての西洋館がありますよ。ウェルズさんならそのお家です。行って聞いてごらんなさい。ありがとう。今まで聞いて回ったところによると、 この付近に外国人の住まいは23軒しかないらしいそれも外国の夫人が住まっている家というのはここで聞くのが初めてだのみならず親切な運転手ははっきりアメリカの夫人と言ったではないかよし L16= ウェルズだ藤尾君は 教えられた道を左へぐんぐんと歩いていったなるほど寂しい通りだ片側は売り地にでもなっているらしい原っぱだが片方は大きな屋敷の板塀で明かりがそこここにほのぐらい光を投げているだけ人一人通ってはいない坂道だちょっと薄気味悪い感じながら大型にその坂道を上り詰めると運転手の言ったとおり 右側に2階建ての洋館が見えたかなり広い屋敷らしい長いレンガの塀をつけていくと門棟の下にメリーウェルズと焼き物の表札がかかっている中をのぞくと玄関は植え込みの影に隠れて見えないが左の方は客間であろう厚いカーテンを下ろした部屋の中からにぎやかな23人の話し声が聞こえる まだ誰も来ていないいならしいぞ。一番乗りをしたわけかよしそれじゃ庭へ忍び込んで彼らの話を聞いてやろうそばのくぐりへ手をかけると音もなくスーッと開いた体をはすに影のように中へ消えた藤井戸郷足元に気を配って 明かりのついた窓の下へ近づこうと一歩前に踏み出したとその途端突然耳を打つ自動車の爆音「親」と思って振り向くとさっと目を射るヘッドライト全速力で坂道を上ってきた2台の自動車が門前にピタッと止まった「いや来たな警視庁の自動車だ」つぶやくも同時。 さっとドアを開けて真っ先に飛んできたのは玉村外事課長だ。中折れに背広姿それに街灯まで来てゆっくりと構えてはいるがスパイ逮捕の総指揮官ださあ面白くなってきたいよいよこれから大活劇だだが見つかっては甚だまずい藤井戸合、ひらりと横に飛んだと思うと 暗闇に紛れてそのまま植え込みの影に身を隠した異常な緊張胸はワクワク高鳴っている見ていると前の自動車から4人後ろの自動車から5人みんな腕っぷしの強そうな私服刑事がぞろぞろと降り立ったあの中には憲兵もいるだろうなおや あれは今日物を言った石井警部だその石井警部と今ま一人の私服刑事を連れて玉村課長はつかつかと玄関へ進んだあとは屋敷の警戒にあたるらしいやがてリリリンとベルの鳴る音間もなく鍵を回す音がして玄関のドアが細めに開いたとそれを待っていたように 私服の刑事がドアの隙間へくっと片足を割り込んだ。開いたドアを再び閉め切らせない用事だ。あなた方乱暴いけません。中から怪しげな日本語が聞こえた。静かに。僕たちは警視庁のものだ。ウェルズさんはいるだろう。警視庁と聞いて中ではどぎまぎしている様子だった。 刑事の方では相手に構わずグッと力任せにドアを押すとそのまま玄関のホールを左へ3人一段となってドヤドヤと客間へ向かって飛び込んだ無断で人の家君たちは一体何者だ大きな声で男が怒鳴った藤井にはおなじみのメリケン英語だスパイー権利を持ってあなた方を降印します。 どうかおとなしく警視庁まで来てください丁寧な言葉ながら玉村課長の声が凛として響いたスパイの嫌疑ですって何を証拠にそんな失礼なことをおっしゃるんです甲高い女の声だ L16 メリーウェルズにそういないそれは後から説明します ひるくんもいられるから承認になってくれるでしょうははあ暗号を落としていったあのぼんやりの先生もいるんだなそれじゃあ一網打尽というやつか愉快愉快しかしピストルを打たんかなあそれともみんなで取っ組み合いでもやってくれればもっと面白いのに だがピストルも鳴らねば取っ組み合いの始まりそうな様子もない活動写真でよく見る怪盗逮捕の場面を心に描いてやってきた藤尾君はいささか失望を感じながらなおも聞き耳を立てていると今までメリケン英語で玉村課長にガミガミと食いかかっていた L16 が突然英語からドイツ語に早変わりしてまるで気でも狂ったようにペチャクチャと早口にしゃべり出した。 お,やおかしいぞ。藤雄の耳がウサギのようにピクと動いた。と思うとそうだ暗号で話しているんだつぶやくも一緒何を感じたか藤井戸郷植え込みの影から開け放たれたドアへ向いて鉄砲玉のように飛び込んだ。 しいや君は客間の入り口を警戒していた石井警部あっという間に藤代君はもうそのそばをくぐり抜けて部屋の中へ入っていた驚いたのは石井警部や玉村課長ばかりではなかった酒の瓶や料理を並べたテーブルの周りに係官とにらめっこをしつつ立っていた3人のスパイも この意外の侵入者に呆然として目を見張った。藤尾君じゃないか？どうして君やってきたのだ。危険だからいけないと言ったのに。叱るというほどでもないが、課長の声は不機嫌だった。だけど僕、僕スパイを逮捕するところを見たくて仕方がなかったんです。もの。だからそっと来て外に隠れていたんですが。 隠れているならいいが邪魔しちゃ困るよでも僕もうじっとしていられなくなったんですその女が暗号で誰かと話し出したので何暗号で玉村課長の目の色がキラッと光った僕確かにそうだと思うんですさっきから急に早口のドイツ語でおしゃべりしだしたのを聞いていると 緑色の大理石下男3の12と変なことを2度も3度も繰り返したのですああ、何かそんなことを言っていたようだだけどこの女はすっかり逆上してしまって自分でも何を言っているのかわからないのだよでも僕にはそうは聞こえなかったのですがちょっと待ってください 藤二はそう言うと何を考えたかまん丸い大きな目をいっぱいに見張って部屋の中をじろじろと見回しだした一方はカーテンを下ろした窓三方は壁その壁にかかった23枚の油絵と片隅に置いた安楽椅子が目につくだけでこれという装飾もない清楚な部屋だが床には白と緑のひし形模様のリノリウムが敷き詰めてある。 天井から壁へ、そしてリノリウムの床へだんだんと下へ落ちていった藤二雄の目が何をそこに発見したか急に乱ンと輝きでした。と思うと1つ2つ3つ1234。一二三四 と口の中で数えながら床の下に目を走らせていたが突然「わかったあそこだ!」と叫ぶも一緒つかつかと五六歩前進そこに突っ立ったヒル先生を押しやるように突きのけながら床の上にぺったりと片膝つくと服の内隠しから取り出したナイフの柄を握りしめてリノリウムの敷物を いきなりザクリと力任せに切り破いたあ何をするんですこの人が飛び上がった L16 が噛みつくように叫んだ君君本当に乱暴しちゃいかんよ玉村課長も慌てたふうで止めにかかったが不自由の返事は意外だったここに何か隠してあるんです 僕にはかまわないで早くその3人を逮捕してくださいそれからさっきの下男もそういった藤二の目は異常に緊張に燃えていたそしていま一度ナイフをギュッと握り直すと今度はさらに角度を変えてザクリザクリとリノリウムを切り始めた人の家を壊すんですか 1> l 1 6が甲高い声で怒鳴りながら藤二のそばに詰め寄った目がちばしり唇がわなわなと震えているそればかりかもうたまりかねたふうで右手を伸ばして今にも藤二をめがけてつかみかかろうとする勢いだやっと事情がのみ込めた玉村課長と私服刑事が右と左から l 1 6を取って押さえたと同時に 手錠がガチリとなった。それに色を失って逃げ出そうとしたヒル先生は石井警部がにらみ据えた最後の一人はかなわぬものと観念したかおとなしく両手を出して手錠を受けたもう一人あの下男もついでにせっせとナイフを動かしながら 3人のスパイが順々に逮捕されていく光景を愉快そうに横目で見ていた藤井が叫んだその下段はこの騒ぎでどこかへ隠れたかいくら探しても姿が見えなかったそこで屋敷の周りを警戒していた刑事隊まで繰り込んで家の中を残るくまなく探していくと屋根裏の隅っこにネズミのように小さくなって隠れていた。 引きずり下ろして調べてみると最初玄関へ出てきた時変な日本語だと思ったも通りそれはコックと下男を兼ねたシナ人でやっぱり彼らの一味だった六七人の刑事が大騒ぎしてやっと下男を取り押さえた時下の客までは玉村課長と石井警部が藤二少年をうちにしてうわっと歓声を上げていた。 リノリウムの敷物は藤尾のナイフで完全にひし形に切り取られていたそしてその下から現れた隠し蓋の床板が取り外されてそこから今藤尾くんによってくるくると巻かれたいくつかの秘密書類が取り出されたところだったこれは何かの設計図だこっちは暗号表らしいなあはてこいつは 船の平面図じゃないですか？そばから覗き込んでいた。石井警部が言った。そうだ。これが大砲の位置でマストがこれで。ああこれだ。これだ快速駆逐艦の見取り図は？危ない。もうちょっとで本国へ送られるところだったね。ありがとう。藤尾君君のおかげで。 日本海軍の秘密が盗まれないで済んだよ。玉村外事課長は嬉しさのあまり藤尾君の手を固く固く握りしめていった。でも、君はどうしてここに秘密書類が隠してあることに気がついたね。なんでもないことですよ。あの l16 が。藤尾はそう言ってちらっと後ろを振り返った。 そこには手錠をはめられた3人のスパイが恨めしそうな顔をして藤二雄の方をにらんでいたドイツ語でしゃべった暗号みたいな言葉を判読しただけなのです緑色の大理石といったのが最初は何のことだかわからなかったがこの部屋へ入ってみてすぐ気がついたのですこのリノリウムの敷物をご覧なさい。白と緑の形で、 西洋将棋の盤面のようになっていましょう。ところが、夜だからよくわからないが、目を近づけてみると、このひし形が白も緑も大理石の模様になっているんです。緑色の大理石といったのは、大理石模様をした緑色のひし形という意味だったんです。それから3の12と言いましたね。 あれは、その緑色のひし形のどっちからか数えて、3列目の12番目だと僕は判断したのです。そこで、それとなく L16 の迷路に注意していると、ちょいちょいとこの辺りへ視線が行くので、てっきりここだと睨んだわけです。ゲナンゲナンと言ったのは、普段から万一の場合には暗号で話すから、後からそれを取り出してどうにかするように、 下なんと示し合わせてあったのでしょうえらいそこまで気がついたのはまったくえらいいや驚くべき頭脳だまるで千里眼のようなものだ玉村課長と石井警部が口をそろえて簡単な言葉を浴びせかけたそんなに褒められると僕くすぐったいなこれくらいのこと何でもないじゃありませんか なでもないことがあるものか。あの暗号を解いてスパイを逮捕させてくれた上にこの秘密書類まで取り返してくれたではないか君一人のお手柄だよ禁止勲章をあげたいくらいだではぼつぼつ引き上げることにしよう今夜は藤尾くんのために宿杯だ目の前には護送用の自動車が2台も来ていた 刑事の一体が4人のスパイを監視しながら3台の車に乗り込むと玉村課長の乗った車を先頭に4台の自動車は警視庁を指して走り出したその先頭の自動車が暗い坂道を降りて広い明るい通りへ出た時だった玉村課長と石井警部の間に挟まれて腰をかけていた藤尾君が突然思い出したように口を開いた。 僕、日本へ帰ったばかりだから何もわからないのですが谷口という博士がありますか谷口博士有名な博士だよ陸軍あたりでは日本の国宝とまで言っている人で新兵器の発明家として世界的に知られている学者なんだえ新兵器の発明家ですってそいつは大変だ 不二雄の声があまり大きかったので自動車ががクくりと揺れた運転手までがびっくりして思わず後ろを振り返ったのだ。